はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。今日はね、こちらででん、この前ね、モンモデルさんから新製品で出ましたエヴァンゲリオン、はい、初号機ですね。でかいです。はい、ホビーショーでね、イエローさんと一緒に現地でも見てまいりましたが、今までね、バンダイさんで出てたパーフェクトグレードよりも身長はでかいです。はい、そんな模型を今日はちょっと中を見てみようかなというふうに思っております。まあね、箱を見る限りだとね、オプションでね、カシウスの槍、それから回転式ガトリング砲、バレットライフ、いろいろと服装もついてますね。ポージング見ますとね、かなり可動範囲も大きいようで、期待できるんじゃないかな。それとね、箱ギミック入ってんだよね、これね。中の方を開けたら出てくるんじゃないかとは思いますが、最初から発光ギミック付きということで、こちら、エヴァ系、エヴァの、ね、プラモデルとしてはかなり新しい状態になるので、RG よりも後だもんね。結構出来はいいんじゃないかと。オープン。ほう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 。あ、きっちり色分けされてますね。あ、これは本当に。でね、このね、パープルのとこ、すごい、なんて言うんだろう、これ。これ、成形にね、もうすでにパールっぽい粒子が入っててね、単色の紫じゃない。ちょっとキラキラして見える。面白い質感。今日ね、ソリッド部分、緑の部分とかは入ってないかな。ここに黄色いパーツとかもあるけど、緑のパーツはね、ソリッドな感じになってますね。こうね、ちょっと見にくいかもしれないけど、部分塗装入ってる。細いところは多分部分塗装を入れてまで色の分割してるってことは、他の分割部分はね、かなりきっちり色で分かれてるんだろうね。普通に色塗らないで作ってもいいよっていう状態にしてあるかと思います。でもね、これ箱さっき厚かったでしょ。すごいパーツ数だわ。わーわー、すごいすごい、まだ入ってるんだ。おお、これは発掘になるな。ちょっとこっち側ひっくり返して、よいしょ。これが部分塗装のパーツでしょ。でシルバーのパーツ、パープルのパーツ、いや今日パープルのパーツ綺麗だな、本当に。すごいすごい、なんかいい感じのこうキラキラ感というか出てますね。で赤いパーツ、あ、別のナイロンっぽい樹脂も使ってますね。はい、カシウスの槍のこのうねうねは2つを合わせる感じなんだね、これはね。お、これすごいすごいすごい、見えます？これ多分足の関節のところですよ。これ切り離したらそのまま稼働するようになるやつ。バンダイさんのアドバンスド MS ジョイントみたいな、1枚のランナーにね、何回かに分けて射出して、こう関節がもう出来上がってますよっていう状態になってますね。あ、この技術モンモデルさんやるんだ、すげえな。で、まあ、基本はね、ここね、これ、裏見ていただくと分かるんですけど、はめ込み、スナップフィットになってますね。このフィットはちょっとね、外の部分、外の箱のところにね、英語と日本語とで書いてあるんで、あと、中国語で書いてあるんで分かんないけど、多分、全はめ込みじゃないかな、このフィット。アクリアパーツも入ってる。あ、ポリパーツも使うんだね。すごい数だな、本当に。いくらでもパーツ出てくるよ、これ。お、シルバーのところは、これはメッキっぽい塗装だね。塗装を施してあるね、これね。これは手のとこでしょ。でね、そう、手のこれ甲のとこなんだけど、手はね、こんなにたくさんパーツ入ってる。右手と左手、いろんなポーズが選べますっていうね。あー、ブレードのとこはブレードのとこでまたね、綺麗に仕上げてあるし、すごいなー。お、電飾のユニット入ってました。こ
これが電飾ユニットですね。これでボタン電池だな、これな。うん、ボタン電池で光るようにできますね。で、スイッチもついてるから、スイッチはどこかに入るんだろうな。で、クリアパーツ、黒いパーツを。これは多分槍の柄だろう。金、なんかこれ開けられないから分かんないけど、こう触った感じ冷たいので、これ金属じゃない。それとあとゴムの長いチューブも入ってますね。これはカットして使うのかな。うわわわ、どうし、ここまで出したから全部出すか。一個一個のパーツがね、こんなに大きいのに、これだけのパーツ数すごいよ。はい、まだあるからね、どんどん出てきます。カトリンゴ、なん、お、水転写のデカールもついてますね。はい、で、一番そこに説明書。結構厚いです。中はね、すごく分かりやすい感じだ。こんな CAD データをもとに色付きできっちり書いてありますね。うん、一つのね、あの工程のところにそれほどパーツを詰め込んでないから、やっぱりこれぐらいの分厚さになっちゃいますよね。ああ、どのポーズの時にはどの手をつけろっていうのもある。へえ、エントリープラグを差し込むと電飾がつきます。面白い、ちゃんとそういうところのギミックでやってるんですね。アンビリカルケーブルもね、単なるね、飾りじゃないね。これね、アンビリカルケーブルがね、あの電池交換の時のね、工具になってる。これを使って開けるようにって書いてる。モールドもね、結構しっかりは入ってるよ。うん、足の裏とかもがっちり作ってあるね。エヴァンゲリオンってもう何年前？これ俺が、カメラマンやってた時代、カメラマンじゃない、アシスタントやってた時代とかだから、うん、じゃない、高校受験、専門学校の時とか。自分が多分ね、カメラマンのアシスタントをやってて、ね、テレビとかを全く見る時間もなかったような時代に、なんかなんだ、当時あのスタジオボイスとか買ってたんだけど、あの辺でなんかすげえ話題になったりとかしてた記憶があるんだよ。だからリアルタイムではもう全然見てないんだけど、当時でもそのものがね、今でもこう新金型でね、また出てくるっていうね。っていうか、エヴァンゲリオンの場合は復刻でね、あ、懐かしいこれって出てきたんじゃなくて、ずっといろんな商品が出続けてるわけでしょ。すごいよね。うん、いつも新しいですよね。いつも新しい。うん、映画もね、ずっとね、やり続けたりとか、今伸びてはいるけど、やってるからね。それだけ人気の商品ですよ。人気のコンテンツ。すごいね。まあね、今までね、このサイズのもの出たことがなかったので、うん、興味のある方は、まあ、ね、輸入品なので、ちょっといつでも手に入るかどうかはわからないですけれども、手に入れた方がいいかなと思います。はい、三宅模型では、各種 SNS、インスタグラム、ツイッター、それからフェイスブックやってございます。あとね、YouTube の方もぜひね、高評価、それから、チャンネル登録いただけるとモチベーション上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、ライブ配信もやってございますので、遊びに来ていただければなと思います。